2階の窓とかは。窓が開いてるかもしれない。ケイちゃん、はしご。おう。私、本家の方見てくるね。本家？古出家の本家だよ。リカちゃんの両親が亡くなって以来ずっと放置してあるそうだけど。あ、そうか。リカちゃんの両親って里子もだよ。お社様のたたりってことで両親が崖から落っこちて、お兄さんのサトシ君もいなくなっちゃって、それ以来リカちゃんと里子はここで一緒に暮らしてるんだよ。二人とも大変なんだな。呪われてるんだよ。呪われてるって言ったの。北条里子はね、お社様のたたりを一身に受けた呪われた子なの。サトシ君もたった一人の妹のあの子のために身を粉にして頑張っていたのに消されてしまった。かわいそうなサトシ君。なんて報われないサトシ君。あの子は呪われた子。あの子に近づけばたたりで死ぬかたたりで消えるか。あの子に安らぎなんてあるものか。リカちゃんが消えたのもきっとサトコのせいだよ。違う。おい、落ち着け。おみよ。違う。兄ちゃん、ケイチ君、鍵借りてきたよ。あ、助かったね。ね、ケイちゃん。俺の知っているミオンとは違うミオンがいるのかもしれない。その時初めてそう思った。